私の情熱を殺してみたいなのも最後に出てきて、ね、私の情熱を殺してくれたら幸せになれるかみたいな、そんなちょっと日本語だったら弾いちゃうみたいな感じなんですけど、あのそれに挑戦してみたいと、はい、思います。はい、ハリフランスという曲を。Thank you.
しくお願いします。二巡目いきますね。二巡目いきそうなんですか。僕は割とね、時の回では話がなくて、半分ぐらいだいたい持ち時間喋ってるタイプなんですけど、ちょっと今日緊張で喉が渇くんで、早く歌って終わりたいなと思っちゃう感じがします。じゃあ大好きな、今日長渕剛の春待ちきりをちょっと寂しいからこそ一人なんですか。一人だからこそ寂しいんですか。みんなみんな胸を抱えては新しい夜明けを待っているんだ。信じられないから一人なんですか。一人だからこそ信じないんですか。そんな気持ちの中で僕は君のそばにいつでもいようとしてた。恋をしてきたけれど愛の言葉にしがみついてただけだった。今までいくつかの恋をしてきたけれど愛の言葉にしがみついてただけだった。だから時の流れ追いかけ回すのはやめて。君一人を愛し続けていきたい。
士の愛愛を元気でいるよと桜の木の下で Do you know the night is closing?
Thank you.
Thank you.
せていただきたいと思います。次はあの綱坂さんにサポートをお願いしてやりたいと思うので、次はですね、あの私が習っていたギターの先生が作ったオリジナルソングなんですけれども、ビッグラブっていうちょっと可愛らしいラブソングです。
YouTube をアップをしています。今年になって、高齢者の施設とグループホームに2回ほど演奏活動に行かせていただきました。で次の曲は輝く人、アンジェラーキの歌なんですけど、歌詞に鏡に映る自分が嫌いですか好きですかっていうところが私一番響いちゃうところなんですけれども、じゃあ、アンジェラーキの輝く人をお聴きください。思い出して
切ない、切ないですね。はい、続いて、J-POP の次は、バックナンバーさんの恋ハブを聞きます。教えたものだけじゃいまいち鑑定しないんだ。店員さんは待ってるはずなのに、ああ硬い舐め込まれたって、きしんだメールの上だって、負けじとらしたらどうか踊りながら羽ばたくだめのステージで、マサキさん来たいですもんね。来たい。ラストコール。はい。13番です。ルビアベと申します。ですね、ギターは1年ちょっと前からしか弾けないです。全く弾けないです。じゃあソラさんとこに。来る以上なんか弾けなきゃと思ってですね、一応練習はしたんですけど、まあダメなやつはダメですね、なかなか弾けないです。一応弾けないコードはもう弾かないです。弾けるコードしか弾かない。弾き語りではなくてですね、語り弾きです。今日は1曲目、早見清さんって、マイクルファンズにいた方で、僕は証券のファンなんでですね、まあ、その早見清さんたちが、泣くだけ泣いたかという歌をですね、やります。まあ、比較的コールはそんな、ないんですが、実は B マイナーとかあるんですが、それは飛ばします。ですね、まあ、1曲目は、オリジナルの2番ですね。それからカラオケでやります。だからちょっとギターはもう本当に温かく守ってください。だから泣くだけ。
ですが、これはあの歌詞が私が作りまして、で作曲はオーストラリアの宗吾さんという大事な友達が作ってくれました。この曲ですね、私昭和36年生まれなもんですが、まあそろそろ海亀って、ハンドル名なんですが、よくあの海亀って言われるんですが、海亀ってですね、海にいるアメマスのことなんです。宗吾さんのあれはいつも楽しく拝見してます。ありがとうございました。初めましてですね。そうですね、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。伝えてないのと同じだろう。
乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、はい、ありがとうございました。で今日はあの皆さんね、本日をつけてくださってありがとうございました。